それでは今日もやっていきましょい。うぷ主が、お気に入り職人に入れている方のコースなんだぜ。マリオ3のコースだね。もう、ここを見ただけでコース職人としてうぷ主とは格が違うっていうのがわかるよね。いきなり葉っぱがあるのか、結構難しめのコースなのかな。この隙間を、華麗にスライディングで抜けていきます。その後は、ノコノコをぶつけて雑魚どもを一網打尽にしていくよ。相変わらず霊夢って口が悪いね。口だけじゃなくて、顔も性格も悪いから、フォローのしようがないな。その、二人で私をいじめるのはもうこの動画のお約束なんですか。私、こう見えても結構傷ついているんですけど。あ、そういえばさっきの悪いシリーズにまだ追加するものがあったな。この上、まだ私をいじめるの？あ、私なんだかわかった。よし、それじゃあせーので言うぞ。せーの。マリオメーカーの、プレイヤースキルが悪い。おい、霊夢何か言えよ。ちょっと、ゆっくり動画で黙ってるなんて、ダメだよ霊夢。いじめ、かっこ悪い。まあ、霊夢をいじるのはこのくらいにして、そろそろ実況やっていこうぜ。いつまでも雑談ばっかりじゃ、視聴者様に申し訳ないもんね。そうだよ、というか、これからもう私をいじめるのやめてよね。別に、お前をいじめてるつもりはないんだぜ。そうだよ、いじめじゃなくて、いじる、ってやつなんだよ。いじられキャラとして、キャラを確立してみたらどうだ。そんなキャラ無理に作らなくても、私にはもう誰にも負けない個性があるよ。え、そんなのあったっけ？マリサ知ってる？いや、私も知らないんだぜ。なあ霊夢、それってどんなやつなんだ。誰からも愛される天才美少女マリオメーカー実況者っていう、最高のキャラが立ってるでしょ。もう、二人とも今更何言ってるのよ。あ、ここで二人が黙っちゃうのも、もうお約束ですね。わかります。さあ、気を取り直してハテナブロックを叩いてみるんだぜ。中身はファイヤーフラワーだね。しびれクラゲが邪魔だったけど、これは取りに来て正解だったな。スイスイスイと、気持ちよく泳いで進んでいくよ。念のため、コースを少し外れたところにも何かないか確認しながら進んでいくんだぜ。1アップキノコか。あんまり意味はないけど、それでも、やっぱりこれがあると嬉しいんだよね。そして、さっき取ったファイヤーのおかげで、敵を順調に倒しながら進んでいくんだぜ。ここで月槽とか、フクフクとか、早めに倒しておいた方が後々楽できるんだよね。ああそうだな、特に月槽は後をついてくるから、倒せるなら早めにやっちゃった方がいいよな。なんか、おっきな花ちゃんが、ムーンウォークしてるよ。水中であんなに素早い動きができるなんて、すごいよな花ちゃん。中間ポイントがあったけど、先に上も見てみようよ。特に何もなさそうだから、中間取って、先に進んでいくか。出迎えてくれたのは、ノコノコとハンマーブロスだね。これなら下から叩けるから楽勝だよな。ノコノコを使って、あの子たちを倒しちゃうの？悪いな、恨みはないんだが、せめて安らかに眠ってくれ。ゴール前に、ワンワンが番犬としているよ。タイミングを見てしっかりクリアしていけば問題ないんだぜ。ヨウム、このコースはどうだった？原作のコースをリスペクトしてる感じがあって、難易度もちょうどいい感じだったよ。それではいいねして、霊夢どうした？いじめ、ダメ、絶対。今日のおまけコースは、面白そうな音楽コースがあったから、やってみるよ。音楽コースと半自動コース、どっちかを作るだけでも大変なのに、それをまとめちゃうなんてすごいよね。大丈夫、私たちには全自動職人さんがついてるからな。きっと、すごい音楽半自動コースを作ってくれるんだぜ。期待してるよ。